ここをパチッと外すじゃないですか。そうするともう中に今ベルクロで留めてあるんですよ。インズハウス、インズハウス、インズハウス、吉尾 Vlog です。こんばんは。本日はですね、サバゲーの動画、サバゲーのアイテム紹介になります。フィールドに行く、サバゲーに行く、あの装備かっこいい、あの子かわいいよね、その子かわいいよね、あの子かっこいいよね、すごい装備をしているよね。人の装備を見て欲しいな、いいな、どんな感じになっているのか、様々あなたは思い入れがあると思います。ただ高い、買えない、一つ買うのにこれは自分に似合うのだろうか、そんな感じで日々葛藤している。それもサバゲーの一部なんです。僕はですね、本日はバンダリアっていうものをつけています。サバゲーのフィールドに行く、これは夏暑いプレートキャリアを着ていく。プレートキャリアを着なくてもバンダリアっていうものは涼しい上にここにマガジンを挿して、しかもかっこよく持ち運ぶ、これがバンダリアっていうアイテムなんです。そんな中、サバゲーのフィールドで見かけたあのアイテム、これがですね、吉尾 Vlog サバゲーチームの仲間とですね、フォレストユニオン、印西市にあるフォレストユニオンというところにサバゲーに行ってきたんですけれども、その時人形さんが持っていたこのベルト、はい、ベリベリベリってやって外れていく、しかもこれを簡単につけることができる、そんなアイテム、そのベルト、あの 41PX でワンチャイさんがしていた超かっこいいリガーベルトっていうのかな、オペレーションベルトっていうのわかんないんだけども、そのベルトが欲しくて欲しくてたまらなかったんです。ただですね、このアイテムっていうものは安くても1万円後半台で、高いものだと2万3万4万ってくだらないんですよ。そんな高いベルトつけられないじゃないですか。で、僕は普段、こんな感じにですね、ラピッドファイヤーのベルトの上にモールがつけられる、こういうバンドをしてズボンが落ちないようにして普段使っているんですね。こうハンドガンを入れたりして、ただ重みがかかると、これが結構重みがかかると、ズボンがやっぱり走ってるうちにどんどん脱げてくるんですよ。ズボンが脱げるというか、ベルトがどんどんこうずれ下がって、お尻が結構なんていうのかな、歩きづらかったり走りづらかったりする、そんな感じになってしまうことが多々あるんです。そんなことを、気にしないでベルトのループの上にこのベリベリってものをつけてできるアイテム、それはリガーベルトっていうもので、すごいリガーベルト、オペレーションベルト、わかんないんだけども、それがめちゃめちゃ欲しい、ただ高くて買えないっていう方のためにですね、僕は見つけてしまいました。前々から大人気だった 41PX のある商品、ラピッドファイヤーの、モールリガーベルトっていうものがあります。このモールリガーベルトっていうものはこちら、はい、こんな感じ、人笠さんがつけていたリガーベルト、ボールのリガーベルトと同じような商品、しかもこれがめちゃめちゃ安いんですよ。普通に買ったら1万円後半台はくだらないこの商品が、なんとですね、 41PX では5000円後半台かな、5000いくらで買えた気がする、5780円、6000かな、5000円か6000ぐらいのお値段で購入できるんですけれども、これもちろんさっき説明した通り、これがですね、ベルトループからベリ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 って取れるんですよ。なので、こいつをですね、ベルトのループに入れた状態で、表のアイテムはすぐ簡単にベリベリっと付け外すことができるんです。なので、トイレに行きたい、ちょっと休憩時間にベルトを付けたままだとめんどくさい。このベルト、ここがですね、カチャって開いた状態で、これを、今そこのあなた、チャンネル登録、高評価コメントしてくれてありがとうございます。まあ、こんな感じで、あのアイテムがついていて、これをベルトに巻きつけて使っているんだけども、つけるときにやっぱり重みがあるから、結構今ちょっと緩めにしてあるんだけども、ここでカチャッとする。ただこの取り外しの際がこんな感じ、めんどくさいんですよ。なんていうか、普通のベルトの上にこれをなおかつもう1個するんで、ベルトを2個した状態で遊ばなきゃいけないんですね。なので本日はこのモールリガーベルトっていうものを、ここにアイテムをちゃんときちんとつけた状態で使いやすいのかっていう検証をですね、していきたいと思います。では早速、今ついてる、アイテムをですね、こっちのモールのリガーベルトの方に移したいと思います。チェンジ、モールリガーベルトの方にですね、今すべてのアイテムを装着してみたんですけれども、こんな感じになりました。きちんとしたベルトの上に、一応マガジン、ダンプポーチで、ここにもちろん、はい、ハンドガンのホルスターもきちんと入れた状態で、実際につけてみて思ったのが、結構本当に振っても取れないし、しかも接続が簡単、ここをパチッと外すじゃないですか。そうすると
もう中に今ベルクロで留めてあるんですけど、これベルトの部分に入れてあるんですよ。なのでこれをこのままこう外すことによって装備が今分割された状態、装備が分割された状態であります。でこの状態で例えば休憩所とかでいるときに休むじゃないですか。そしてつけるときはですね、これベルトの中に通してあるんですよ。なのでこれをもう普通にベルトするところにきっつくギュッてつけるじゃないですか。この状態で普通にですね位置を合わせながらだいたい、はい、こんな感じで、あ、もう全然ずり落ちない。今までベルトをつけた時、モールの普通のカバーをつけた時って普通のベルトをしてその上にさ、あのモールの滑り止めのベルトパッドしてたじゃないですか。ここはもう中でしっかりギュッてなってるんで、どんだけ走っても、しかもこの重いハンドガンをここに入れた状態で、うん、動かない。はい、重いハンドガンを入れた状態でも抜ける抜ける。しかもズボンは動かない。俺ね、一番懸念してたのはこのベルトをつけた時にですね、これさ、ズボンごと重たいじゃないですか。普通上につけてるアイテムがここにベルトバンドでしてるやつっていうのはズボン自体はギュッてしまってて、このその上にしてあるからズボン下がんないと思ったんだけど、これでも大丈夫っすね。ズボンでさ、ベルトが重たいと俺ズボン抜けちゃうんじゃないかなってちょっと心配だったんですが、基本的に結構ギッツめにつければ、うん、脱げないっすね。脱げないし、ここが細いから動きやすい。うん、いいベルトだと思います。はい、本日ですね、購入させていただいたのは 41PX のモールリガーベルトです。一応サイズはですね、 XS が67センチから80センチ、 S サイズが76から94、そして M が88から105、 L サイズが96から115、 XL が105から125センチです。どんな太った方でもこのモールベルトをする、はい、モールリガーベルトができると思います。最上級のこのベルトっていうもの、もちろん高級なものもありますが、こんなお安いお値段で高級なものとですね同等の、はい、楽しみが遊べる、それが安物でもいいものを買う目利きの力でございます。はい、本日はですねベルトの紹介をさせていただきました。でこれから先いろんなアイテムの紹介をさせていただきたいのと、まあ、9月10月あたりはちょっといろいろ企画ものもあります。で、様々な動画これから出していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 I'll be back。